ただいま起動中ですね。なんか出ましたフルカウント出ましたね。日本語はね、あるはずなんですよね、これ。なんかもう謎の。ありますね、日本語。ようこそと出ました。なんで、一応日本語を選びます。開始。ああ。SIM カード移動っていうのが出ますね。で、とりあえず一回スキップします。Wi-Fi 選んで出ましたね。これもスキップします。警告、携帯端末はソフトウェアが最新の状態かどうかを確認できません。スキップしない。で、スキップしちゃいます。スキップ。そしてスキップ。Google 位置情報の利用っていうのができましたね。なので、位置情報は私は利用するで許可するでいいですね。許可する。で、Wi-Fi と思われるときすぐに位置情報を保護する。位置情報を使用する。Google アプリに位置情報へのアクセスを許可する。はい、許可します。いいです。で、現在の日付、現在の時刻。で、私はタイのバンコクにいますので、バンコク選びます。バンコクってないのかな？バンコクないのかな？ありましたね、ここに。バンコクありましたんで、バンコクを選びます。バンコク。現在の日付は、これ多分ね、ちゃんと SIM とか Wi-Fi 挿してたら、こんなの入れないでもういけると思います。で、時刻もいいや、めんどくせえから、多分後で SIM 入れればなんとかなると思うんで、無視でいっちゃいます。この端末の所有者の名前を入れてくださいって言いましたんで、自分の名前入れます。レスポンスはすげえいいですね。で、結局アルファベットで漢字入れようかと思ったんですけど、アルファベットで入れました。その方がなんかいろいろ後でめんどくさいことにならなさそうなんで、アルファベットで入力します。と、なんか出ましたね。ユーザーは携帯端末が Google からセットアップからアップデートを受信してインストールすることに同意するものとします。はい、同意します。はい、じゃあ OK です。完了しましたんで、もう、フォームが出ましたね。OK。おぉ。まあ、いわゆる Android の画面っちゃ Android の画面ですけど、こんな感じですね。うん。ちょっとまだ操作感はわかんないですけど、なんか綺麗だし、気象も。まあ、今ステッカー貼ってあるんで、これ剥がそうと思うんですけど、なかなか良さそうですね。じゃあ、今度 SIM カード。今のタイの SIM カードが、こっちの NERF の SH06 で NERF に入ってるんで、これを移植します。私の手持ちじゃこれしか入るやつないんで、これでやります。はい、こういう感じ出ましたね。取れました。取れましたんで、これに SIM 入れます。いわゆるマイクロシムですね。普通に多分入ると思うんですけど。はい、入りました。でも、ちょっと多分ね、設定しないとダメですね。結構ね、初めからちなみに充電されてましたね。はい、来ましたね、モバイルネットで、今度は私はタイの DTAC。このと契約してるんで、これを選びます。契約というか、この SIM を買ったんで選びますね。はい、というわけで入れました。ですね、ちょっと悩んじゃったんですけど、Google。はい、というわけで、SIM カード入れて、うまく繋がなくてちょっと2、30分悩んじゃったんですけど、再起動したらもう一瞬で繋がりました。やっぱね、SIM カードを最初から入れてから初めて電源入れる方が頭良さそうです。で、ちゃんと使えるようになって、今 Google なんかもね、表示になりました。ちゃんとタイで使えてますね。で、これすごい動作が快適なんですよ。びっくりするぐらい。早い、すごい。私のメルフとは全然違う。なんか安定してそんな感じもするんで、しばらく使ってみようと思います。
あと、まあ、これ私タイで今使ってますけど、一応電波法という法律で日本での使用はですね、認可されているもの以外こういう電波を発信するものは使っちゃいけないっていう法律になってますんで、そこは勘違いしないでくださいね。